腹減った。あ、来週お休みになりますんで。ここの配信来週休み。来週は休み。来週休み。あ、もう始まってました。すいません、ちょっとハピママと飲み会の約束をしておりましたらね、オンエアが始まってしまっておりまして、はい、恒例火曜日6時30分となりました、デブ巻きチャンプルーです。バイバイ、ハピママ。お疲れ様です。はい、よろしくお願いいたしますと。というわけでですね、はい、にぎやかいハピママさん帰りましたけれども、今日のゲストの、まあ、また今紹介しますけどね、ハピママさんとお知り合い？そうですね、ご近所さんでした ね、 ね、はい、びっくりしましたね、はい、しなんか入った途端、はい、お互いキョロ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 しててなんか目が泳いでたんであれと思ったんですけど、まあ、そんな出会いもあるヤイズ TV でございます、はい、じゃあ本日のゲストさんのご紹介でございます、はい、あなたの町の電気屋さんリブ橋ヶ谷、橋ヶ谷電気店長、はい、橋ヶ谷和弘さんでございます、はい、よろしくお願いします、はいはい、よろしくお願いします、よろしくお願いいたします、はい、静かですね、はい、誰もいなくなっちゃって静かですね、 ね、はい、まあ、そんな感じでですね、今日は、まあ、町の電気屋さんというわけで、はい、橋ヶ谷さんをお迎えして、同級生なんですよね、はい、そうですね、同い年です、ね、同い年なんですよね、はい、同い年です、はい、こう見えてもってどう見えてんだかちょっと見てる方にはちょっと分かりませんけれどもね、はい、まあ、もともと橋ヶ谷さんとは、はい、元相方のデブヤーが出店を、はい、まあ、橋ヶ谷さんのところでね、イベントの時にしてまして、 そうですね、その時にちょっとご挨拶させてもらったっていうのが初めましてでね、はい、まあ、その時にまあ、セールスというかそういうトークも上手だったので、はい、ぜひアイズ TV に出てくださいってもう去年ぐらいからそうですね、ね、はい、言っててね、はい、やっと実現しました、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、というわけでじゃあ、はい、軽くウォーミングアップで自己紹介なんかお願いできますか、はいはい、ヤイズのですね、ちょうど今大井と八重洲の中心部にあたりますけども、田尻北の方で、家電販売店やってます、一応メインはパナソニックなんですけども、そこで店長してます橋ヶ谷和弘です、よろしくお願いします、よろしくお願いします、ありがとうございます、はい、やっぱハキハキしてますねありがとうございます、はい、ね、さすがこう弁が立つというか営業とみたいな感じであ、コメント早速いただいてます、はい、ありがとうございます、はい、お、天の地ありがとう、なんだこれ、こんばんはダメなのかよくわかりませんけどね何がダメなんだかよくわかりませんけどね、あ、タメだ、あ、ごめんなさい、老眼に ね、濁点が見えなかった、はい、タメなんですよ、だからデブ屋もタメ、はい、あ、そうですね、で3人タメですね、はい、3人同じです、そうなんですよ、はい、あれ学校どこって聞いてもいい、学校、あ、大丈夫です、あ、中学校ですか、うん、高校、あ、高校、僕は生成工業高校行ってました、はい、そうなんだ、あ、はい、先生のね、はい、同級生いっぱい知ってる人いますよ、はい、野球部関係とか、はい、あ、はい、野球部関係、僕も友達、うん、同じクラスに野球部いっぱいいましたんで、うん、はい、まあちょっとあ終わってから、はい、終わってからですね、ちょっとここでね、はい、個人名刺出して、ね、はい、そうですね、俺の名前出すなって言われちゃうとね、はい、困っちゃいますからね、はい、そうなんですね、まあそんな感じでですね、はい、あれ橋ヶ谷さんの今やってるこの電気屋さんっていうのは、はい、代々ついて継がれてる感じですか、そうですね、僕の父が始めまして、うん、僕が2代目になります、はい、そうなんですね、それこそ前、はい、この後ろの写真載ってますけど、はい、これが橋ヶ谷さんのお店の前の看板というか、はい、まあ、入り口のところなんですけれどもね、はい、そう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 、 あ、 ありがとうございます、はい、私のね顔でこうね歯が切れちゃうってガヤガヤだけなんかねのあれしちゃうんですけどね、まあいいや、そう、それでまあ、はい、お店にねお邪魔させてもらった時にちょうどなんか、はい、パナソニックのフェアかなんかそうですねやっていたように記憶してるんですけど、はいはい、ああいう催し物っていうのは結構頻繁にやられてたりするんですか、はい、そうですね、あのお店によっても違うんですけども、うん、うちの場合は年4回ですね、うん、春夏秋冬とやってますね、うん、はい、あの、うん、お客さんにたくさん来ていただきまして、うん、まあ、その時の、新商品とかですねお得な商品を見て、良ければ買っていただくっていう、うん、そういうイベントになります、そうですね、はい、だから私がお邪魔した時も結構こうひっきりなしりいろんな人がいて、で、ね、はい、でデブ屋さんも出店してたんだけど、デブ屋さんもすっごい忙しそうにしてて、そうですね、はい、ね、全然冷やかす間もなくじゃねみたいな感じで、はい、あれしちゃったんですけれどもね、はい、うん、なんか私のね、はい、勝手な、まあ、思い込みって言っちゃうとあれなんだけど、はい、私最近家電製品を、はい、まあ、家電量販店って、はい、ね、はい、大きい電気屋さん今たくさんいろんなとこにあるじゃないですか、はい、そうですね、はい、ああいうとこでやっぱ安くって、はいはい、安いし行きやすいし、はい、すぐ手に入るっていうのがあって、はい、やっぱそういうところに行きがちなんですよね、うん、はい、うん、そういうところ、そういうところっていうか
そういうの、はい、長谷川さん自体はどういうふうに思います、はい、まあ、うん、やっぱ同じ家電店としてね、うん、向こうも僕らもそうなんですけども、うん、まあ、ちょっと一部土俵が違うところがありまして、うん、まあ、我々のお客さんで多いのは、まあ、もう全てお任せですね。もちろん商品は選んでいただくんですけども、そのうちに合った商品ですね、お家の中が僕らからするとよく見えてますので、うん、例えば冷蔵庫一つにしても、こちらのお家の方はちょっとおじいちゃんおばあちゃんで背が低いから背が低めの方がいいと。で、中にはまあ、エアコンの取り付けなんかもですね、うんうん、フィルターのお掃除がもう大変だから、うん、お掃除が機能がついたものがいいよとか、うんうん、あとは実はちらっとこの間お話ししたんですけども、うん、まあ、家電量販店の商品と我々で売ってる商品というのは一部ちょっと、まあ、一部というか最近ちょっと多いんですけども、うん、違う商品がいろいろ出てきまして、うん、我々のような専門店でしか売っていない商品もたくさん出てきたんですね。それ私知らなかったんですよ、はい、この間聞いてびっくりしちゃったんだけど、はい、だから土俵が違うって今言いましたよね、はい、土俵が本当に違うんですよ、はい、私は今まで長谷川さんにこういう話を聞くまでは同じ土俵で、はい、同じ商品、全く同じ商品を売ってるって思ってた、うん、多分ね、これ見てる人もそう思ってる人がほとんどなんじゃないのかな。そうですね、家電に詳しい方になりますとね、最近その辺をこう分かってきた方もいらっしゃるんですけども、うん、まだまだ世の中には知らない お客さんがいっぱいいるんですけども、うんうん、実は我々で売っている商品型番がちょっと違うだけでこれだけ中身が違うんだよって商品がいくつかありまして、はい、まあ、見た目はそっくりなんですね、うんうん、でもその型番の数字をよく見ると英語が一つ違う、数字が一桁違うってもので、それでもう中身がガラッと変わって、作っている場所であったりとか、うん、操作方法、あとは、まあ、我々で売っているもの大きく違うのが省エネ関係ですね、はい、そういったものもやっぱ変わってきますね、はい、やっぱりそのまあ変な話だけど値段っていうところで比較しちゃうと、はい、やっぱりその分どうしてもっていうのは出てきますよね、はい、ただ壊れちゃった時とか、はい、まあ、もともと壊れにくいのかどうかっていうところも多分入ってくると思うので、うん、はい、そうですね、うちね、はい、冷蔵庫が何年か前に突然壊れちゃって、はいはい、すっすごい困ったんですよ、はい、まだその時は長谷川さんに出会っていなかったんですね、はいはいはい、なのでとにかく今空いてる電気屋さんに行こうって言って、はいはい、今空いてる電気屋さんに行ったんで、もう夜何時頃かな、ちょっと時間忘れちゃったんだけど、はい、かろうじて空いてる電気屋さんに行って、はい、その電気屋さんにある、はい、もう今持って帰れるものをっていう、そういう買い方をしちゃって、はいはい、今ねその冷蔵庫がダメになってちゃうたのかな、またあれ、はい、なってないのかな、ちょっとあれなんですけど、はい、そうだから本当に突然その時はやってくるんですよね、はい、そうですね、うん、はい、そういう対応っていうのはできるんですか、はい、はい、一応ですね、うん、お家の中で、まあ、壊れて困っちゃう電化製品ってありますね、あります、今言った例えば冷蔵庫ですね、うんうん、壊れたら中のも傷んじゃいますし、うんうん、あとは例えば案外テレビですね、うんうん、テレビ壊れてじゃあ納品までちょっと 2,3 日かかるなんて言いますと、まあ、他の部屋にですね見えるテレビがあるお宅ももちろんいっぱいあるんですけども、うんうんうん、例えば、はい、うちはもうここしかないよってお客さんの場合には、うんうん、案外テレビがない 2,3 日って持たないんです。あ、はい、きついね、はい、で、あとは電子レンジですね、ちょっとしたものを温めるのもできないんですけども、うん、そういったものは基本常時ですね貸し出しを置いてありますので、まあ、緊急時には貸し出しを持って行ってその場で治る時には、修理して対処するんですけども、うん、治らない場合には基本貸し出しを持って行って、うん、そこで貸し出しを使っていただいて、うん、新しい商品が入るまではそれを使っていただく、もしくは故障してしまった商品が治るまではそれをうちの貸し出し商品を、まあ、もちろんうちで買っていただく場合には無料でお貸し出ししますので、はい、そういった対応ができますね。 はい、それが強いよね、はい、その案外その納品されるまでの間にフォローしてくれるっていうのは、はい、家電量販店では多分、はい、あまり聞いたことない、そうですね、あまりないことが多いですね、全くないかどうかはちょっと調べてないから分からないけど、はい、そういうサービスを受けたことはない、はい、うん、うん、そうですね、それで、はい、今の会話の中でもう一つ、はい、直すって言ったじゃないですか、はい、いろんな資格持ってるんですよね、はい、一応もちろん資格は持ってます ね、はい、だからそういう直せる電気工、はい、
あ、そうですね。あのお家の中の電気を見れる、うん、一応、まあ、電気工事士ですね、うん、あとそれ以外で僕ら、まあ、大体僕らみたいな電気屋さんで持ってるっていうと、あの、まあ、ガスの免許ですね。最近ですとガス機器とかガス消費機器のスペシャリストとかあるんですけども、うんうんうん、あとはあの、まあ、一番家庭の中で故障すると困る水道関係ですね、うん、ああいったものももちろん国家試験持ってます。そんなのもできるんだ。はい、はい、電気屋さんって電気製品売るだけじゃないんだね、はい、じゃないですね。もう何でも屋に近い状態です ね、はい、今日、まあ、ちょっとここであの話が一個脱線するんだけど、はい、あの最後にね、はい、お店の紹介をね、はい、してもらおうと思って、あの分かるものをね、テロップ的なものを作ってきてもらえませんかってお願いして作ってもらったんですけれど、はい、お姉さん、はい、私の姉が、あ、はい、後でね、またじっくり紹介するんですけど、はい、それをねちょっとね見せてくださいって、はい、あの奥で打ち合わせしてる時にちょっと見せてもらったら、はい、ちょっと気になる単語があったんで、はい、ちょっとこれノー打ち合わせ、はいはい、どうぞどうぞ。あのね、はい、まあ、簡単に見せますけど、こういうすごい分かりやすいでしょ、こういうのを作ってきてくれたんですよ、ありがとうございます。ここにね、はい、新築土地探し、はい、リフォームとかって書いてあるの。はい、できます。なんすかこれ、はい、一応まあ僕はパナソニックのお店をやっていますので、まあ、リフォームはですね、あの一応僕らの分野じゃないものもですね、パナソニックのグループの中で一通りできるようになってまして、うんうん、実はあの、このパナソニックグループリフォームとか新築の分野に関してはもうかなり日本の中では古いメーカーさんになってまして、はい、であとその新築とか土地探しですね、そちらは僕らはパナソニックホームズの専門のうちの担当の者がいるもんですから、はいはい、そういったことももちろんあの今までも何年も前からずっとやってきてるんですね、はい、ですから焼津市内の中にも、うちのリブ橋ヶ谷で家を建ててくれたお客さん、土地を探してもらってそこから家を建ててくれたお客さんなんかも、まあ、たくさんいらっしゃいます、はい、すごい、はい、それすっごい私ね、はい、びっくりしたんだけど、はい、すごいですねパナソニックさんは、ね、なかなか、はい、僕らも助かりますね、はい、そっかそっか、はい、なのでこれって例えばその土地探しっていうのは、はいはい、橋川さんは今焼津市に限定してるっていう、はい、あ、いえいえ、そういうわけではない、はい、あの、うん、他、まあ、もちろん静岡とか藤枝島田、うん、大井がいろんなところですね、もちろん大丈夫ですね、うん、はい、じゃあそれはお客さんの要望を聞いて、はい、それに見合ったところを、はい、いろいろ紹介してくれると、ね、はい、すごいね。じゃあ変な話だけど、はい、橋ヶ谷さんに頼めば、はい、もうお家を建てるところから、はい、まあ、土地を探してお家を建てたり、はい、まあ、リフォームをするなり、はい、で中の家電も全部揃っちゃうわけ、はい、そうですね。あのパナソニックってあのおそらく家電メーカーさんの中では唯一全てが揃ってしまうところですね。はい、それが唯一。そうですね、他の、はい、あのそういう電化製品のメーカーさんではやってない。そうですね、他ではちょっと全てを揃えることは難しいですね。例えばテレビであったりブルーレイであったりとか、こういったカメラとかのこういう音響映像関係はやっているけども、例えば冷蔵庫洗濯機エアコンはやっていないよ。逆で冷蔵庫洗濯機エアコンやってるけども、まあ、今テレビとかカメラとか、あ、そういう AV 機器はやってませんよってところがありますので、パナソニックは今全てのほぼほぼ全ての商品を網羅してますので、はい、全て揃えることも可能ですね。そうですね、はい、ここでちょっとコメントが溜まってきたので、はい、一気に紹介したいと思う、はい、ごめんね溜めてたわけじゃないんだけど、ね、はい、話が盛り上がっちゃってね。カーフロア、あ、カーマットフロアマット専門店 RS さん、あ、こんばんは。知ってますか。はい、はい、知ってます。橋川さん、静岡 IEG の天野です、はい、どうもどうも、はい、どうも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 、はい、うん、よくね天野っちもね、はい、ここに来て、あ、そうですね、あの私のゲストとかにも来てくれてね、はい、あのいじり倒してますけどね、また遊びに来てください。あ、ワイちゃんいつもありがとう。おばんです、元密着型ですねって入ってますね、はい、この人はあのよくコメントをくれる、はい、ワイさんという方、ありがとうございます。ありがとうございます。天野っち、マキちゃんが事前に打ち合わせねえ、一応ほらちゃんとね橋ヶ谷さんのいいところをさ引き出さないといけないからね、はい、天野っちはあの、はい、ノープランでいいんだけどねやっぱりねこうね、あの残る動画にしたいもんです、ね、はい、はい、ありがとうございます。あの、まあ、言ってもそんなしてないそうなんですよ、すごい汗かいてるけど大丈夫、もう昔からものすごい暑がりだもんですから、ね、冬でも汗かいてるんで、はい、大丈夫です、うん、そう、はい、
あの上着着てきたんだけど、はい、もうすぐ脱いで、はい、あのスタジオ暑いよって言ったら、はい、じゃあ脱ぎます、はい、半袖でも大丈夫ですかね、あのタオルも仕込んでありますので、ね、はい、大丈夫です。本当すごい。なんか運動かなんかやってたんですか？はい、あ、昔ですね、剣道やってました。ああ、はい、そうなんだ、はい、なんかすごいこうがっちり、あ、もうこれはお仕事ですね。あ、はい、重たいもん普段持ちますから。あ、はい、そっか、はい、大変大変、はい、まあ、そんな感じの橋川さんで、はい、ございますけれどもね、はい、まあ、よいしょ、すいません、ちょっとよいしょって言わないとね、はい、体がこういかないんですよ、腰が痛くて。言葉が出てくる年齢になりましたね。そういう年齢なんですよね、はい、あ、あれ年男ですか？そうですよ、もちろん。あ、そうですよね、はい、早生まれとかって言ったらね、ちょっとみんな振ろうかと思いましたけどね年男でございます。年男ですね、はいはい、私も年女です、はい、いくつか皆さんのご想像にお任せします、はい、大丈夫ですからね、はい、というわけで、まあ、地域の電気屋さんにできることっていう感じで、はい、今ちょっとお話をしていただきましたけれども、はい、まあ、ちょっと話が出たんですけれども、はい、家電量販店と橋ヶ谷さん、はい、その地域密着型の町の電気屋さんっていうところの大きな違い、はい、まあ、さっきもちょっと話には出たんでおさらいみたいな感じにはなっちゃうんですけれども、はい、やっぱりその同じ土俵じゃないっていうところと、はい、あと他になんかこう、はい、違うなって思うところってありますか？そうですね、うん、まあ、もう今ほぼ町の電気屋さんはですね、うん、あの、まあ、地域の何でも屋さん的なところがあるんですけども、うんうん、まあ、実は家電屋さんと言いながらも家電屋さんみたいな仕事ばっかりじゃなくてですね、うんうん、本当最近やっぱりあのお年寄りの方も増えたもんですから、うん、いろんな、まあ、お家の中の相談ですね、うん、まあ、リフォームもそうなんですけども、うん、あとはちょっとこう重たいものを動かしてほしいよ。この間実はあったのが、あの、まあ、長年いろいろうちのお客さんでですね、うん、お世話になりました方がお亡くなりになりまして、うん、その方の家を上に飾ってほしいよ、そんなお仕事もあるんですね、はい、あのどうしてもね、年齢的に脚立に乗るのが危なくなったりしますので、うん、もうあのそういった家のお困りごとは全てもう僕らの仕事と思っていますので、うん、はい、そういったところも違いますね、うん、はい、それをだからお客さんが気軽に橋ヶ谷さんに頼めるっていうところの信頼関係っていうのがやっぱすごいですよね、はい、あのここのねリスナーさんで、はい、あのお世話になってる女性の方が、はい、まあ、ちょっとあえてお名前は言いませんけれども、はい、前にあの私がフェイスブックで橋ヶ谷さんのお店に行った時のことをアップしたら、はい、私もあの親の代からお世話になってますっていうコメントをいただいた方がいましたけどね、はい、だから橋ヶ谷さん自体も、はい、まあ、ついで今2代目ということなんですけれども、はい、お客さんもこう代々、はい、そうですね、っていう感じなんですかね、はい、そうですね、うん、もう本当亡くなられたおじいちゃんで、うん、現役を退いたお父さんお母さんのその子供さんとかですね、うん、と僕の知ってる中ではもう3代続いている方もいらっしゃいますし、すごい、はい、で去年の暮れにはですね、うちのやっぱり3代続いたお客さんの、まあ、3代目の方ですね、うん、その方があの先ほど言ったように、パナソニックの、家を建てたいよってことでうちで、まあ、お仕事の依頼いただきまして、うん、実際建てたうちもあのおらっしゃいますので、はい、そうですね、そういった長いお付き合いの方が非常に多いですね、うん、はい、やっぱそういうところが町の電気屋さんって言われる、そうですね、なのかな、なんて、はい、ちょっと思ったんだけど、はい、パナソニックのお家ってどんなお家なんですか、はい、ハイテクなお家なんですか？あのもちろん、まあ、家電製品を扱っているメーカーさんなんですけども、うんうん、まあ、それがあるからこそお家の中でこう使いやすい、いろんなものが余分なもの余分な動きがなくて使いやすいっていうのもあるんですけども、うんうん、まあ、あの非常に心がけていることがやっぱり日本ですから、うん、地震に強いんです。あ、はいはい、地震に非常に強いんです。へえ、はい、構造的にっていうこと。そうですね、はい、まあまあ、あまりね詳しいこと言っちゃったらあれなんですけども、はい、地震に関しては一応、まあ、コンプライアンス関係でトップですとは言わないんですけども、うん、まあ、完全にトップの、部類ですね、うん、はい、で実はまあ、そういう、こう地震に強いことが、まあ、実証されてるのもそうなんですけども、うんうん、僕自身も実際パナソニックのお家に住んでるんですけども、まあ今までね過去にもいろんな地震ありましたけども、まあ、やっぱ強いですね。壁紙がずれたりもないですね、うん、はい、住んでて網戸が外れるとかそんなこともないですし、うん、どこかにもちろん亀裂が入るとかそういったことも一切ありませんから、うん、安心して住んでいられるお家ですね、はい、それはいいですね、はい、地震って最近ねやっぱ、ね、多いし、ね、震災があってから皆さん特にね、はい、気をつけるっていうか意識が、はい、より強くなったんじゃないかなと思うんですけれどもね、はいはい、そんなことで、まあ、住宅をお考えの方も、うん、
もね、うん、ぜひ、はい、あのパナソニックのお家っていうのも視野に入れていただくのもいいんじゃないかななんて思ったりもしますけれどもね、はいはい、そしてそしてあと5分となってしまいました、はいはい、あっという間ですね、あっという間ですけれどもね、はい、まあ今コロナ禍でいろいろまあいろんな業界ね、はい、あの苦戦されていると思うんですけれども、はい、その中ででもね、はい、橋川さんの方は地域 の, あの家電店としてね、どういうふうな存在でありたいって思いますか？はい、そうですね、うん、もう実はですね、最近やっぱりこう景気が悪くなったりこう変な、ね、世の中になったりしますと、うん、お家へ来るような変な犯罪も増えてくるんですけども、うん、まあ、実際お客さんにですね、お年を召したお客さんが変な訪問セールスが回ってきて、うん、で玄関先から帰らないと、でどうしたらいいだろうかっていう話があって、うん、実際僕が行って対処したこともありましたし、うん、まあ、本当にですね、地域密着型としてやってるもんですから、まあ、皆さんお困りごとはね、相談は無料なんで何でもお話ししていただきたいと、ちょっと人間の体は見れないんですけども、いろいろお家ですね、お家のことであれば全て、まあ、僕らもちろん全てと言わないけど見ることは大体見れますし、あと実は我々いろんなですねお客さんのつながりがあるもんですから、うん、まあ、そういったところでですね、我々のお客さんで信頼できるお仕事されている方を紹介することもできますので、はい、まあ、本当に家のこと丸ごとって言ってるんですけど、そのまんまですね、すべて、はい、何でも困ったらご相談してくださいって感じです。それに対してですね、はい、アメノッチからですね、素晴らしいと来てます。ありがとうございます。お客様との関係が素晴らしいですね、見習わなきゃ見習ってくださいなので、もし橋ヶ谷さんのご紹介でお家を建てた人が、はい、玄関マットを作りたいって言った時は、はい、ぜひ、はい、アメノッチに、はい、お声掛けをしてください、はい、そのお客さんが、はい、ね、そう、もし、はい、車をね、新しく買ったって言ったらね、はい、ちょっとおしゃれなか、カーマットだったら ね、はい、天野さんのところに、はい、ちょっと一声かけてあげてください。わかりました。それではぜひご紹介しますので、よろしくお願いします。まあ、そういうつながりっていうのもね、だって、はい、ね、今笑い話的に言っちゃったけど、でもそういうことなんですよね、はい、それが非常に大事だと思いますね。そうなんですよ、はい、そうなので、皆さんもね、ぜひぜひこんなね、はい、優しい優しい橋ヶ谷店長がいるリブ橋ヶ谷へ、はい、一度足を運んでいただくだけでもね、はい、いかがでしょうか。というわけで、はい、お店のご紹介をしましょうか、はいはい、じゃあこの登場でございます、お姉さん登場です、はいはい、はい、お願いします、はい、まあ、書いてありますね、家電の販売種類からリフォーム、新築、土地探し、家のことなら本当何でも相談してください。ほんのちょっとの壁紙の破れを直すとか、そういったこともできますのでね。あとは、まあ、水道系とかもできますし、まあ、何かとにかくお困りことがあったら一言声かけていただければ、もう僕の方で相談の乗らせていただきますので、よろしくお願いします。家はですね、家というかお店はですね、港中学校 の, 田んぼの西側に田んぼありますけども、今ちょうどですね、川沿いが桜がすごく綺麗なんですけど、そうですね、はい、その西側のここって書いてあるところですね、そこにパナソニックの電気屋があります。まずは何かお困りごとあったらお電話を一本いただければ、我々の方で、お宅にお伺いしますので、ぜひよろしくお願いします。はい、6243757に伺えていただければ、はい、お願いいたします、はい、さあ最後となりますけれども、はい、何かお伝えしたいこととかって、はい、ありますか？お伝えしたいこと、はい、まあ、今ねコロナとかすごく大変な時期ですけども、我々電気屋さんもですね、一度はコロナに、対応できる機械も、いっぱい販売しております。で、まあ、コロナだからこそですね、ちょっとお家から出るのが、出づらくて、困ってるってことがありましたら、本当にお電話等一本いただければよろしくお願いします。以上です。はい、はい、ありがとうございます、はい、あ、でもあと2分あったっけ、ちょっと雑談しましょうか、2分、はい、はい、疲れたでしょ、はい、結構こういろんなことをこう、はい、ぶっこんでって、いやいや大丈夫です、全然、はい、お話は、はい、慣れたもんで、むしろお話は僕は好きな方です、喋りすぎって言われる方です、はい、それ子供の頃から、子供の頃からですね。僕の同級生見たら、あいつ変わってねえなと思ってると思います、はい、じゃあこの仕事は転職ですね。そうです ね, ね、はい、僕もそう思います、はい、でもね、はい、そういう風に言い切れるってすごくいいと思う、はい、なかなかほらみんな仕事しているとね、はい、もう勤め人だったりすると、私もそうですけどね、はい、いろいろこう本当に私はこの仕事で大丈夫なのかなと思うことも多々あるんですけどね橋川さん見てるとね、はい、元気になるんですよ。あ、そうですか、ありがとうございます。すごい、はい、まあ、私はね、まだそういう家電っていうところではね、はい、お世話になってはいないのは事実なんだけれどもね、はい、投稿とか Facebook の投稿とか見てたりするとね、はい、とっても前向きな投稿が、はい、ありがとうい多いし、いろんなこう地域にもね、はい、貢献してる。そうですね。だって、はい、焼津のほら、
はい、あのドライブイン成人式、はいはい、あれもお手伝いさせていただきました、ね、はい、あれすごいいい企画でしたよね。良かったですね、あれは良かったです、はい、うん、だから僕も参加してよかったです、はい、そういうのにも積極的に参加しているね、はい、橋川さんですね、はい、パイプも強いと思いますので、ね、はい、ぜひ皆さんね、あの、はい、一度足を運んでみてください。そして、はい、橋川さんとね、あの何の気ないお話をねしてみるだけでも元気になれると思いますのでね、そういうところからも、はい、はい、おすすめしております。最後に、はい、あの紹介してくれたデブヤ友蔵さん、ありがとうございました。ありがとうございました。またあの夏に7月の頭にまたあの売り出しやりますので、デブヤさんまたその時あのお待ちしておりますまたデブヤが出店するらしいのでね、はい、あの皆さん迷惑のかからない程度にね友達の方はね出店のね、はい、なんて言うんだろう、応援に行ってあげるのもいいんじゃないかななんて思います、はい、では、はい、そんな感じでコロイお時間となりましたので締めさせていただきます、はい、今日のゲストはあなたの街の電気屋さん、はい、リブ橋ヶ谷、橋ヶ谷電気店長橋ヶ谷和弘さんでした、はい、今日はありがとうございました、はい、ありがとうございました。どうもありがとうございます。またよろしくお願いします。また出てね、はい、ありがとうございます次は3つだけど、3つなんや、あれ、まあ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 、あ、わかりました、はい、じゃあちょっとここ座ってみましょうか、はい、うん、あの一応番組は終わってるんで、はい、あれですけど、ありがとうございました。いや、ありがとうございました。すいません、ありがとうございます。こんな感じで大丈夫だったんでしょうかはい、もうあの楽しかった、本当に楽しかったです。マイブーム何ですか。はい、マイブーム、マイブー、僕のマイブームですか、うん、今何でしょうね、今僕のマイブーム何でしょう。さっきふと考えたんですけど、昔は僕バイクとか車とかあったんですけど、へ、今なんすかね。あ、今日バイク屋さん来ますよ。本当なんですか、うん、時間ありますか。今日僕実は子供のお迎えがありましてですね、大変いいです、いいですよ、また後から見てください。はい、わかりました。マイブームなんすかね、今、あ、最近になってやったあの子育てがちょっと離れてきて、うんうん、テレビドラマが見れるようになったことですかね。おお、はい、何見てます。ね、この間あのだいちょっと良かったのがあのゾンビのやつとか、 あと学校の警察のやつとか、うんうんうん、あの辺良かったです。あ、朝顔良かったです、あれ見てました。はい、全然ドラマ見ないんだけど、見ないですか、はい、あのテレビつけるとそのゾンビのやつがちょうどやってたので、はい、ゾンビのは見てました、はい、はい、うん、ちょっと気持ち悪いなと思いながら見てましたけど、あのゾンビのやつはさ、だってあれじゃない、はい、こう今のちょっとコロナ禍のとちょっと重なる、うん、重なりますよ ね僕もちょっとそれを思いました。そう、ね、だからか、ね、見ちゃいました ね、ちょっと僕頭の中で勝手に、うん、もしあの、まあ、そんなことないですよ、ないですけど、うんうん、ワクチンを打ってゾンビになっちゃう人が出たら怖いなとか、うん、ちょっとなんか、まあ、もちろんね、あのコロナもそうですけど、うんうん、本当なんかちょっと外国でもね、ああいうこうなんていうんですか、終、うんうん、末的なこう、うんうん、ね、映画ドラマが多いんで、いや、こんな世界になったら自分はどうなっちゃうんだろうってちょっと思いますね、うん、怖いね、怖いですね。そういうのって ね、海外ドラマって前からあったじゃん、はいはいはい、だけど、はい、全然実感がなかったんだよね、今まではね。だけど、うん、今回のそのね、ゾンビのやつ見て、うん、すごいなんかゾンビにはならないんだけど、うん、実感は湧くっていうか、うん、そうですね、うん、なんかすごい重く感じた、あの日本ってほら、うん、アメリカみたくこう、うんうん、みんな銃とか持ってないじゃないですか、うん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 、だからこう本当にああいう風になったら日本って不利なんだなと思いましたね。ね、そうそうそう、はい、だから良くも悪くもね、あの危機感がやっぱりちょっと ないって言い切っちゃうとね、うん、申し訳ないんだけど、自分もそうだからあれだけど、ね、あれは確かにね、ちょっと考えさせられましたね。考えさせられましたね、うん、見ました見ました、そうか、テレビとか見るんですね。あ、やっぱ電気屋さん、電気屋さんですかね、そうだね、はい、あのでも、うん、そうですね、最近本当ドラマがちょっとこう、うんうんうん、また昔よく見たんですけどね、うんうん、最近またドラマちょっと見るようになりましたね、うんうん、はい、そうそう、私ドラマなんか見たっけな、ドラマ、あ、昨日ね、はい、あの月曜日のパーソナリティで、はいはい、藤枝 の、 あの、はい、地域おこし協力隊やってるあのハンバーグ協会の会長いるんですけど、はい、その人もね同級生なんですよ、年一緒なんですよ、バーグマン田形っていう、はい、ちょこちょこねテレビにも出てるんですけどね、はい、あのその人がプロレスがすごく好きで、はいはいはい、あの永瀬くんの、はい、永瀬智也くんの俺の、はいはい、うちの話、はい、
あれにすごいなんか感動したみたいで、うん、昨日ここで、30分延々と喋ってました。僕あれ実はね録画してあるんですけどまだ見てない。ああ、じゃあ言わない方がいい。あのちょっとあの中に出てくる西田敏行さんが僕よく似てるって言われますから。あ、似てる。ちょっと見てみようかなと思ったんですけども。え、その、はい、その理由で？うん、そうですね。ちょっと見てみようと。はい、プロレス詳しいですか？いや、昔は見たんですけど、昔も本当格闘技系の番組を好きだったんですけどね。はい。プロレス分かる人はね、すごいいいらしいです、ね。はい、あ、そうです。うち親父が好きでしたね。まあ今でも見ますけどね、親父ね。うん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 、またちょっとね。深夜の番組なんかでプロレスの放送をやったりしますんで、よく見てますね。へー、はい、昔はね焼津もスケートリンクがあってそこにあのプロレスが来たりしたんですけどね、あれもなんかちっちゃい頃1回ぐらい見に行った覚えがありますね。うん、私その頃はまだ焼津にいないので。あ、そうですか。そう、はい、私18の時に来たんで焼津に、はい、あ、そうですね、18だとちょっともうないです。もうない。僕も、ね、かなりちっちゃい頃でしたからね、はい、そうなんですよ。まあ、はい、ここプロレスラー来るよね。あ、来ますよね。本当ですか。プロレスラーね、あの吉江豊さんとか和平さんとか来ますよね。私何回か飲みに行きましたけど。やっぱ豪快でたくさん飲まれるんですか。豪快ですね。あ、そうですか。吉江さんは面白いね、あの人ね、本当に。そうだからね、プロレス見行ったりとかも、はい、そのご縁で何度か行かせてもらったことがあったんですけどね。そうなんで橋谷さんも、もしよかったら時間ある時とか、はい、あの出ていただいて、はい、あのいつでも声かけてください。うん、はい、もういつでも声かけますか、はい、あのなんならなんかパーソナリティやってもお話上手なんでいけそうな気がして、まあそんな感じでダラダラやってますけど、はい、指示を回っておりまして、はい、指示からは3つの今夜もしびれちゃうなんですけれども、どうも3つがですね渋滞に巻き込まれてしまって事故があったみたいでね、あのちょっと到着が遅れるということで、すいません、はい、座らせてもらってます。いや全然大丈夫です。お時間ね、お子さんのお迎えがあるから、はい、子供のお迎え、うん、もうちょっとまだ遅い方なんで、あ、本当ですか、はい、はい、大丈夫ですよ。無理のない程度に、はい、あの来て退出していただいて大丈夫です。わかりました、はい、そうなんで思いがけず延長戦になりましたけど、はい、そうですね、一応ね、はい、お姉さんも作ってくれた、はい、あ、ね、こういうのね得意なんですよ。すごい見やすいですよ ね、はい、ねこれ僕がちょっとこんなん書いてってやったらもうすぐ今日作ってくれまして、はい、今日の今日で、お今日の今日ですね、お昼ぐらいですね、はい、それ桜並木だよね、あ、そうですね、はい、ちょうど今ね本当綺麗で、うん、はい、昔は僕がちょうど中学校の時ぐらいは本当に季節がね、うんうん、入学の時期でよかったんですけど、今やっぱちょっと早いんですかね、うんうん、でも非常に綺麗に今あの咲いてますから、うん、はい、見頃でございます、はい、私でもねまだ花見っていうか、はい、桜をちゃんと見てないんですよ俺も、はい、うん、なかなかだってほら、はい、お休みのたんびに雨降ってるじゃないですか。あ、そうですね、この間もね降っちゃいましたから ね、で日曜日すごい降って、はい、いや月曜日花散っちゃってないかなと思ったら意外と大丈夫らしくて、大丈夫でした、ね、はい、あの木屋があって僕らのね焼津の、はい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 、海っぽとかあるんですけど、あの木屋川沿いも今綺麗ですよ、めちゃめちゃ綺麗ですね、はい、見たい、はい、あの私たちの枠は終わったんですけど、はい、コメントが入ってますので、はい、紹介したいと思いますけれども、はい、3つ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 いつも事故ってるなっていうなんか、まあ要は3つ早く来いっていうわけなんですけれども ね、あの、はい、3つって分かりますか、はい、3つっていう人がいるんですよ、はい、このあと7時からあの番組をやってくれる、はい、赤目がやっていう、はい、マリコの方にある、はい、あ、そこでですねカレー亭というね、あ、反応した知ってますかカレー亭、あのデブ屋さんリアルタイムでやってました。そう、はい、そう、はい、あれあれ、僕もいろいろ投稿させてもらいました。あ、そうだったんですね。わ、はいはい、かりますわかります。そう、その3つです。3つさん、はい、ネタ仕込んでるだけかもだってまさかそんなね、彼はね事前にねそんなことやる男じゃないですよ、はい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 。本当に普通にポケーと車運転してます。まあとにかくね無事に来てくれればいいので、はい、あ、来た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 。わかりました。よかったよかったよかった。はい一瞬ブルースリーが出ましたすげーのが来たぞはい、というわけで、はい、5分ほど
はい、押して3つが到着しましたのでね、はい、ファンの方お待たせいたしました。じゃあ私たちはねこれで、はい、引き下がろうと思いますのでね、はいはい、長谷川さんね、はい、延長ありがとうございました。ありがとうございました。なので繰り返しですけれども、はい、こちらリブ長谷川の方へぜひ皆さんよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ3つ頼んだぞ。ウィエー。